こんばんは、三輪しのぶです。この動画は5月27日の真夜中に揺れる安楽椅子バーの告知動画です。それでは始めさせていただきます。以前、1周年記念としてクラウドファンディングの動画を出しました。けれども、目標額に達することはできなかったので、今回一種のオフ会のような形でバーを開催したいと思います。バーといっても本当に簡単なものですので、カクテルや料理の提供はありません。料理やお酒というより、皆さんと色々と交流できればいいなと思っております。時間は17時から20時。東京の菊川駅より徒歩5分以内の場所です。詳しくは詳細文にありますので、そちらを参考にしてください。なお、参加費として1000円いただく予定です。この際、ドリンクと一つミステリー問題をお渡しします。普段の動画より文章量が多いものを全4問用意しております。ワンドリンクにつき一つの問題をセットで付けますので、トータルで2500円。あれば全てプレイすることが可能です。問題は完全な個人戦で好きな時間から開始できますのでお気軽に参加いただければと思います。どういう問題が出題されるかということもあると思いましたので例題も公開しております。こちらも詳細文にリンク先を貼っておりますので参考にしていただければと思います。合わせてもし確定で参加されるということでしたら私のツイッターやメールに行きますとおっしゃっていただければと思います。座席が少ないので、万が一に備えて予約という形を取った方がいいかもしれませんので、よろしくお願いいたします。それでは、27日に皆さんとお会いできることを楽しみにしております。お相手は三輪しのぶでした。おやすみなさい。